今日は朝からの、はい、そうお仕事でもう携帯を触る暇もないぐらいもうずっとね、そう何かしら何ずっと何かしらをしている系なので、そう大変で、水にも濡れる系だからもう髪がすごい、そうちょっとだけど配信する、今日はホテルです、前髪はもうないし、やばいやばい、仕事やばかった、今日は超早い、半日以上お仕事でしたね、もう大変でしたよ今日は。今日はそうだよ、お家じゃない、そうなの、ホテルです、ホテル、そうなんよ、もう疲れて今日ね、お昼ぐらいかなメールを送ってか、もうそこから一切携帯を触れてなくてね、ずっとお仕事だったからね、もう大変、しかも動くからも大変です、もう眠い、そうなんよ眠いよ、朝から移動で、そう大変でした、眠たそう、そうよそうなんよ、20分ぐらいだけしようかな、暑かった、そう今日は暑かった、日焼け止めいっぱい塗ったもん、本当に暑かった、大変だった、帰り寝るよ、私が寝たいの疲れたね、頭も痛いし、お疲れです、そういつものソファーじゃないでしょ信州ではないよ、全然普通のお仕事だよ、いや初めての県ではないけど、全然行ったことある県だけど、あまりその行こうと思って行く場所ではなく通り過ぎる感じの件だな、メインで行くことはあまりなかったけん、そう外暑すぎるよね、本当に本当だよ、暑すぎる、またいつか分かるよこれも、そうあーそうなの、昨日行ってたね、今なんと同じ服、今日早速着たんよ、これは色地の服、そうなの、大変だ大変大変、これ超かわいい、体調に気をつけます大変、お疲れちゃんだ、もう寝起きすぎりやばい、もうお仕事が今日は大変、ほとんどのメンバーさんは多分ね、今日何人かのメンバーさんとの仕事だったんだけど、そう初めて来る県って方も多かった、私は来たことがある県なんだけど、そう大変、目をつぶったら寝れそうそうなの、疲れちゃった、とりあえずメイクをしてたんだけどメイクを落とした、そうなの先輩でそう行ったことないだから、そうだねだいぶそう瀬戸内ではない喧嘩もね、そうおでこ、そう今日はおでこです、寝落ち配信、実はこれ今この時間に配信してるのはこの後も実はまだあの用事がありまして、そうなんですなのでこの時間に20分だけ配信する、大変大変、そうなの、あショールームできてた、あそうなの、いいねいいね、そうめっちゃ眠いです、もう今日半日以上もうずっと外だったから、そう
そう、メイクとしてもそう、この後も行くとこがあるので、はい、そうなんです。お疲れ。赤ちゃんみたい、いちごと同じことが言ってる。そう、今日ゆっくり休みます。今日朝早いお仕事だったから大変大変。美味しいものはその土地っぽいものはまだ食べれてないかも。でも明日食べれるかなって感じ。そう、そうなのよ。あ、イオリンさん配信には書いたんだ。確かにありそうだね、配信いいね。あ、もう手で持ってるの大変だ。今日は疲れた。アイス食べた。お仕事の合間に差し入れがあって食べたよ。ガリガリ君みんなでそうだよ。疲れた。でも楽しかった今日は。そのちっぽいものを明日食べられたらいいな。そう、今日だから何も SJ の公式 SNS 系も全然見られてないし、そう、何も情報が終えてない。もう今日ほとんど携帯構えてないからメールも送れなかったし大変。こんなメールさ、ん？こんな携帯触らない日あるってぐらい触ってなかった。久しぶりは分かるよ。こないだ出てたからパイのやつだよね。そう。こんばんは、こんばんは。大変大変。そう、スマホを見てない。本当にスマホを見る時もなかった。相当そう、ずっと何かしらをしてて大変だ。眠いね。15分で切ってちょっとだけ休んでから行くのもいいな。でも今月配信頑張りたいんだけどな。別の日にいっぱいしようかな。大変だ、眠いよ。そう、お疲れ。休みですでもこの後も用事があるけど寝ちゃいそう、それはね眠いです。そう、今日ね、何がしてたかきっと後日わかると思うから楽しみにしてて、明日一緒に行かせよ。頑張って、それは頑張って。テレポ出たね、終わろうかな。もう眠い眠い。今日部屋のヘアアレンジもしてたしね、メイクも可愛くそうしてたんだけど、全部メイク落としたし髪もほどいちゃった。今日はね、超珍しくエステ入って初めてかな、こうやってアレンジしたな。お団子ヘアをね、サイドお団子、横でお団子をそうしてたんだけど良きだった。写真ちょっとしか撮れなかった。ほんと携帯をね、最初の写真しか構えなかったから、その時に数枚撮っただけだけど、そう、またこの時があれだったんだよって教えるね。大変だったし、そう、メイク落としてから、そう、メイク落としたかったよ。今日は水とかも、あ、もうボロボロになっててね、水とかもついて汗もかいて、だから早くメイク落としたくって。明日もあるし、
話し会も控えてるからね、肌とか綺麗に保ちたいし眠いね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 。明日もきっと疲れてる疲れてるや。頑張ります。寝し配信今手持ちでのさ寝落ちしたらもう部屋が大公開スペシャルになっちゃうよ。ホテルがすっぴんがかい本当嬉しい、ありがとう。眠そうです。なんかヤモンデって方が高すぎる山形が思い伝ってる、ありがとう。ねむねむそう、ねむねむにゃんこです、本当に。これが本当のねむねむにゃんこ。眠いです。あまた明日ね、夜ちゃんと時間とってできたらいいな。うん、あ疲れです。配信あっても予定があるからまだ寝れないまだ予定があります。15分で終わろうかな今日は。ちょっと休もう。もう男女読みして15のテレビ出たら終わろうと思います。18から18頭さん、17位福さん、16位神谷さん、15位よしみさん、14位あー変わっちゃった、もう一回、18位ヤモンデナンバー2さん、17位ヤオトーさん、16位まっちゃんキューさん、15位レグルさん、14位かくれんぼっちゅうさん、13位ディネさん、12位ワンタさん、11位コーラさん、トップ10、10位イケピさん、9位ブレイクラインさん、8位ナオくん、7位カイトさん、6位ラベンダーさん、5、5位スプマッテさん、4位ヤモンデさん、こっちはナンバーワンのね。そしてトップ3、3位カマちゃん、2位タカシさん、そして今日の第1位はどこ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 どん、今日のランキング1位はヤマシンさん、ありがとう。もう本当に15分だけなんだけどありがとう。今日は携帯も構えなかったからメールもくれなかったし、明日も多分ねお忙しいからきっと午後とかになったらメールも届き始めると思います。頑張ります。今月ね8月25のレッスンもこれからすごい多くて、もう週5収録とかレッスンも入ってるけど頑張ります頑張ります。お疲れ、大変だった今日。また明日話そう。ありがとう。バイバイ。そう、ゆっくり休みます。もう、こっから超ハードスケジュールなので。本当に、また、ちゃんと話せる日に話そう。今日はもう、ダメだ。眠いよ。そうそう、テレカメトロップ。しっかり食べます。ご飯食べます。みんなも夏バテしないように。テレップもね、そうそう、テレカ。久しぶりにも。お疲れです。あー、ステップ出た。ということで、終わります。また、明日以降話そうね。バイバーイ。おやすみです。